ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は中国製 EV の発火率についてお話ししていきたいと思います。この動画では中国製 EV の発火について少しばかり深掘りしていきたいと思います。先に結論だけお伝えしておきますと、中国製の EV だけ発火率が著しく高いということが明らかになりました。まずは中国の話ではなくアメリカの話をします。アメリカの自動車保険比較サイトオートインシュアランス EG.com は、電気自動車である EV が火災を起こしやすいという印象が事実かどうかを確認するための調査を実施したことがあります。このことは以前も当チャンネルで取り上げていますが、再度お伝えすると EV の発火率自体はガソリンエンジン車と比較して圧倒的に少ないんです。では EV は安全なのかというと、これも一概にそうとは言えないところがあります。なぜなら EV による火災は命に関わる危険性が非常に高いんですね。発火してから2秒から3秒ほどで車両全体を炎が包み、中にいる方が助かるケースが少ないんです。しかも消防隊をもってしても消火することが困難、システムがダウンすることで電気制御されている EV のドアが開けられなくなるということもあります。テスラなどはこうした事態に備えて緊急時に手動でドアを開けられる仕組みもありますが、事故などが起こり一瞬で炎に包まれた際、パニック状態の人がうまく開けられるのか不安です。さらに事故をした方が気絶している場合は、一瞬で炎に包まれている車両の外側から救助することも非常に難しいとされています。しかもその発火が事故を起こしていないのに発生してしまうことが頻繁にあるということも恐ろしい部分ですね。ここまでが通常のお話になるのですが、中国製の EV はどのようなものなのか、その発火率について見ていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。昨今急速に EV が普及しつつある中国では、毎日のように EV 火災が発生しているわけですが、 EV の火災事故の多さは中国のネット上でも大きな波紋を呼び起こしていると、中国モビリティの関連ニュース紹介サイトモビニュースが報道しています。中国では急速に EV 販売台数が伸びており、同時に火災事故も急増の様相を呈しています。中国の専門家は応急管理部消防救援局の関係者の説明を引用し、2021年度に中国国内で電気自動車火災事故が3000件以上発生したと述べているんですね。これを多いと捉えるかどうかは人によるかと思いますが、中国国内の保有台数から計算すると火災確率はおおむね 0.03% から 0.04% になるということです。2500台から3300台に1台ほどが発火している計算ですね。ちなみにアメリカのオートインシュアランス EG.com によると、 EV の発火台数は 0.00025% とのことでした。あまりにもかけ離れた数字ですね。集計の仕方によってデータはある程度都合よく作ることができますので、何かしらの意図があってのことかもしれませんが、そこに関しては確定的なことが言えませんのでスルーさせていただき、あくまで両方のデータが正確であるという前提でお話しさせていただきます。中国の過去のデータによると、ガソリン車の火災事故の確率は 0.01% から 0.02% でして、中国の EV 火災事故の確率はガソリン車より倍ぐらい高いことが判明しています。しかも電気自動車の平均年式はガソリン車より圧倒的に若いにもかかわらずです。さらに電気自動車の発火に関して、走行中、充電中、停駐車中、どの状態で火災が発生しているかに関してですが、その火災割合は走行中が 40%、 充電中が 35%、 停駐車中が 25% であることを明らかにしています。
さらに静止状態の低駐車中、充電中の火災事故はそれぞれ 25% と 35% も占めるということです。対策のしようがない悲劇ですね。ちなみに2019年に統計された火災事故のバッテリータイプによると 60% が三元系リチウム電池、 5% がリン酸鉄リチウム、 35% が不明とのことです。こうしてみると明らかに中国市場で出回っている EV はアメリカで出回っている EV と比較して燃えやすいということがわかります。果たしてなぜこのようなことが起こるのでしょうか。いくつかの理由をお伝えしていきましょう。中国は CATL や BYD といったバッテリーメーカーが台頭してきており、世界市場でも多く採用され、その品質も上がってきているところではありますが、それでもなお中国製のバッテリーは品質が低い場合があるため、発火や爆発のリスクが高まります。また生産工程の品質管理が不十分で、金属異物の混入などといった欠陥が生じることが多く問題視されているところです。さらに製品デザイン自体に欠陥がある場合があり、熱を発生しやすくなることも考えられますね。中国では有造無造の EV メーカーが増えてきています。満足な技術やノウハウ、設備を持たないまま EV を作って市場に送り出すケースも少なくありませんので、怖いところですね。そもそもパーツや材料の品質が低く、耐熱性が低い場合がありますし、電気配線が適切に保護されていない場合、ショートや発火のリスクも高まります。電子回路の設計に問題がある場合、当然加熱やショートが発生し、発火の原因となることがありますね。またトヨタのように繊細なバッテリー管理のシステムを持たないメーカーが多く、出力や充電時間、航続距離を優先するあまり、バッテリーへの負荷に関して軽視しています。そのせいで過充電や過放電が発生しやすい場合があり、バッテリーの寿命が短くなり、その分発火のリスクも高まります。こうした過剰な熱や振動にさらされる場合、電気系統が損傷し、駐車中にバッテリーが加熱して発火する自然発火が起こりやすい場合がありますね。製造工程やシステム以外にも原因は考えられます。車両のメンテナンスが不十分で、検査や点検が不適切な場合、欠陥が見過ごされ発火のリスクが高まることとなるでしょう。まあこうした問題は中国だけに限らず、他の国の製品でも大いに考えられる欠点ですね。安全管理、品質管理という面では日本が他国を圧倒しています。例えば釘を刺しても発火しないバッテリーであるリン酸鉄系ブレードバッテリーを開発した BYD ですら発火事故は今でも続いています。もちろんこうした発火事故の件数は BYD のように技術の進歩で減らしていけるでしょうが、安全や品質を軽視しがちで、それよりも出荷数やカタログスペックを優先するという国民性はなかなか簡単に変わるものではありませんので、中国製の EV が日本車と同等の信頼性を得られる日はそう簡単には来ないでしょう。今世界的に EV シフトが進んでいますが、自動車に求めるべきものは何なのか。見た目、充電速度、航続距離、自動運転、 IT 技術、もちろん全てが EV 選びの大きなポイントです。しかし安全性という観点を決して忘れないようにしていただきたいと思いますね。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。